第二次世界大戦太平洋戦争南方作戦ビルマの戦いペナン沖海戦ペナン沖海戦は第二次世界大戦中の1945年5月16日夜にマレー半島北西岸マラッカ海峡内に位置するペナン島沖で起きた日本海軍とイギリス海軍との間の海戦初戦の百四十二年三月に日本軍はアンダマン諸島を占領し 守備隊を置いていた。1945年2月の時点で、シンガポールにあった日本海軍の艦艇は、第10方面艦隊に編成されていた。このうち健在なのは、従順洋艦ハグロ、足柄、駆逐艦神風のみで、従順洋艦高尾、妙高は、行動不能、軽順洋艦伊スは、豪北方面からの撤退作戦で戦没。 その他の南西方面艦隊に属していた艦は北号作戦に参加して日本本土に帰還していた。日本軍は1945年3月にアンダマン諸島に輸送船団を送ったが全滅していた。第10方面艦隊は日本陸軍よりアンダマン諸島への輸送の要請を受け、羽黒と上風に一部の武装を撤去して弾薬、食料、 燃料などの物資を搭載して出撃させた。物資輸送後は、アンダマン諸島に配置されていた一部の兵力を乗船して帰還する予定だった。イギリス海軍の主力は1944年末から太平洋方面にへ転戦。1945年1月からスマトラ島、ジャワ島、空襲、3月からは沖縄攻撃を始めた。一方、ドイツの配色が、 決定的となったため、対日戦に集中することができることになった、インド洋の東洋艦隊も、ビルマのシュトラングルン占領のため増強され、4月に南部ビルマで防戦を起としていた日本陸軍が、総崩れとなり、5月2日にイギリス陸軍第14軍が、東洋艦隊の支援の元トラングルンを占領した。同月7日にはドイツが降伏したため、イギリスやアメリカを中心とした、 連合国軍にとって、日本が、唯一の敵となった。5月12日、ハグロ、神風の、第5戦隊がシンガポールを出港。この動きを、ステーツマン、サトルの2隻の A 潜水艦から通報された、イギリス海軍の東洋艦隊は、揚撃のため、デュークダム作戦を計画し、ラングーン占領支援を行っていた戦艦クイーン、エリザベス、リッシュリューを帰還とする。 第61部隊に溶撃を命じた。14日に、イギリス第61部隊は、第21護衛空母軍の艦載機から位置を知らされ、ハグロを攻撃するためにマンリーパワー大佐式の第26駆逐隊を分派する。翌15日に、第5戦隊も、陸軍哨戒機より、イギリス艦隊の存在を知らされ、アンダマン諸島域を中止し、ペナミア退避を開始した。 16日、ハグロは派遣された、イギリス第26駆逐隊の駆逐艦、ビーナスのレーダーに捕捉された。元来サムによれば、月の明るい夜であった。2時10分、ハグロもレーダーで、イギリスの駆逐艦を発見し、離脱を図った。しかし、ハグロは、スクリューシャフトに損傷を抱えたまま作戦に投入されたため、全速が発揮できない状態だった。 まだ二番手砲塔も破壊されたままで修理されていなかった。その上、艦上に搭載した大量の物資が砲塔の旋回も妨げた。駆逐艦ビーナスは魚雷を発射しようとしたが失敗した。続いて、駆逐艦、ソーマレスとベルラムがハグロと神風へ突進し、ソーマレスが4.7インチ砲と40ミリメートル機関砲で神風を損傷させた。 一方で離脱を断念したハグロは、スクリューシャフトからの振動で照準に支障をきたしたまま、砲撃を行い、ソーマレスの機関部へ命中弾を与えた。逆に2隻のイギリス駆逐艦の放った魚雷のうち1本が、ハグロの全部に命中した。一方、ハグロは、輸送任務のために魚雷をすべて下ろしており、神風は、魚雷発射艦すら撤去していた。神風は、 死者27名を出しつつ、ハグロの周囲を旋回しながら、円幕を展開、照明弾を発射して、方位を狭めるイギリス駆逐艦隊と交戦した。橋本中将は神風に離脱を命じ、2時50分に、神風はレーダーで捉えた陸地の方角へ、急速離脱した。残されたハグロは、ビジラント、ビーナス、ビラー号を加えた第26駆逐隊五隻の、 集中攻撃を受け炎上、艦全部は、沈下、左限に20度近く傾斜しながら1時間近く、交戦したが、魚雷2本の命中が致命だとなり、全部から沈没していった。司令官の橋本慎太郎中将、羽黒艦長の杉浦義美重将将、機関長の坂井谷智太郎大佐を含む400名以下が、戦死した。神風は、ペナンに退避し、 陸揚げ作業と燃料補給の後、戦場へ引き返して、ハグロの生存者救助を実施し、320名を救助。17日にシンガポールへ撤退した。ありがとうございます。